はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。ハラパン様、アタル様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金と河野太郎との裁判費用にさせていただきたいと思います。産経記事、立民杉尾秀哉氏の奥能登地方入り、 X で批判相次ぐ、もはやパフォーマーにしか見えない、道路の交通障害情報は開示されている、事前に調査したのか、行き当たりばったりで行動するから迷惑になる、など杉尾氏に手厳しいコメントが上がっていると、いうような内容ですね。世論です。迷惑系国会議員、荒探しにしか見えない、非常時に荒探しかよ、相変わらず揚げ足取ることし、とこしか考えてないな、揚げ足取りこそこの人らの本分であって、何でもかんでも自民党に反対っていうのが党勢ですからね、党の方針。だいたい杉尾が現地に行ってどうなるのか、被災地に行くなって散々言われてるのに、ボランティアさん来てもいいよっていう状態になってからだろう、車で行けるとこ見ても意味ないよ、などなど、小西博之と一緒にですね、腕組みして財務省だかどっかの官僚を威迫、なんか威圧してたの、こいつじゃなかったでしたっけ。立憲議員ってだけであれなのに、元 TBS っていう邪悪な属性もついてるからなぁ、小西と一緒ですね、自分が世界で一番偉いとか思ってそう、石川県がですね、一般ボランティアは遠慮して、呼びかけてたよね。あと自民、公明、維新、立憲、共産、国民民主の6党合意で視察は控えるってことになってたよね。それ平気で破るこいつはですね、議員って考えるより活動家って考えた方がしっくりきますね。こいつの選挙区、長野県なんだって。以前の選挙でですね、共産党と立正厚生会の皆様のおかげで勝てました。とか、バラしちゃってて、自己承認欲求はすごいが、おつむは良くないみたいだなぁ。自家用車で視察に行ったみたいなんですけど、車で行けないようなとこ見てこないと無意味だし、車で行けるようなとこの情報は全部開示されてんだし、まあ、杉尾の車の分、渋滞しただろう。全く妨害ですよね、荒探し。杉尾の頑張りのおかげでですね、NHK の調査ですけれども、最新政党支持率、立憲が落としてますね。自民 30.9%、プラス 1.4%、立民 5.3%、マイナス 2.1%、先月は 7.4% あったみたいですね。維新 3.9%、マイナス 0.1%、これ万博が不評で、支持率右肩下がりです。実は維新。公明 3.4、プラス 0.2、共産 1.9、マイナス 0.7。こっちも結構率としては落としてますね。令和 1.8、プラス 0.1 で、共産党に迫ってますね。国民民主 0.8、マイナス 1.3%。何があったんだろう。結構減らしてんな。世論です。立憲信者がネットで騒いだせい。いつも暴れてもね、立憲と共産の信者はね、令和も。何もしてないのに、何もしてないからでは。杉尾が頑張っているせい、原口のせいでは、自民の裏金さんや起きてから、なぜか息を潜めてますよね。特大ブーメラン飛ぶからな。ポッポのお小遣いの件かな。お母さんから毎月1500万円もらって、それを子分どもに分けていたっていう、鳩山幸雄のお小遣い。共産と令和が競り合ってるのがウケる。対案一つ出せねえでパヨパヨ言ってりゃ上がるわけねえ。杉尾も頑張って支持率を落としたみたいですけど、例の原口議員、世界25位になったんだって。訂正ノートの発動数。これってすごいことさ、助けてどれ、なんていう曲がありますけど、立民のマイナス 2.1%。が目立ちますけども、率だと 28.7% 減少ってなりました。共産は 26.9% 減少して
とうとう立憲と共産のわけわかんない政党の終焉が見れるんでしょうか。期待です。令和が地味に伸びてて共産と 0.1 しかない、差がないとこまで迫ってますね。信者の獲得競争をですね、公明と立憲と共産と社民がやってますけど、令和が一歩受けてるってことですかね。自民党が少し回復したのはそこを打ったってことなんですかね。これ以上下がりようねえとこまで下がったんだよ。あとは微妙にブレながら横ばいみたいな感じになるってことなんですかね。みんな裏金に飽きた、忘れたから、やりたい放題だよな。岸田総理、国民の信頼を回復するため、日本の民主主義を守るために自民党は変わらなければならない。今のままじゃダメっては分かってるみたいだな。幅広い意見、熱い思いを聞かせてもらいたい。自民党のあの会合で述べました。でもLGBT の時はネットの非難は無視したよね。それとも自民党の会合でこう言ったから、自民党議員の話なら聞くよってことなんですかね。世論です。まずお前が責任取ってやめろ。裏金のね、責任自民党として取るなら総理が辞めるっていうのは、変わる気なんかさらさらないくせに、口だけはもういい、とりあえずお前から辞任しろ、そして増税、同じことの繰り返し。解散して民意を聞いてみたら、こいつの話し方なぜか他人事に聞こえる。こいつ煽りまくり体質は何なんだと、こいつ毎日こんなこと言ってんなと、〇〇すべきとか〇〇したいとか、いっつもこれ、お気持ち表明、そんなのいいんで、具体的にアスルコする言ってくれないとね。 LGBT 法はですね、国民の声聞かなかったし、非難合合でも強行したし、韓国のスワップ、ホワイト国復帰はそうなりましたって発表だけで国民は知らされなかったし、今更ね声を聞きますって言っても誰も信じないっすよ。今年の9月に自民党総裁選挙ありますけれども、この人はそれに出るのかな、出るのかな、出るとして自民党の議員たちは続投を望むのかな。こんな支持率下がっちゃってて、議員が考えるのはですね、岸田とのツーショットのポスターで当選できんのか、この一点だけですよね。本当は高市さんがベストなんですけど、次の総理は進次郎じゃないかなって予想します。進次郎のツーショットのポスターの方がマシだもんね。河野は一般人訴えるぐらい傲慢で議員に人望ないからなれないんじゃないかな。そうそう、法務省に、私法務省に現役大臣が週刊誌とか会社じゃない一般個人を民事の名誉毀損したって例があるか調べてってお願いしました。教えてくれるかどうかわかんないですけど、調べてもですね、そういう事例ないんですよね。私が調べたところ、私ひょっとしたら史上初の被告になっちゃったかもしれない。現役大臣に名誉毀損で民事で訴えられた一個人、しかも週刊誌に載ったとか新聞に載ったとかじゃなくて個人ブログ個人ブログを訴えた現役大臣、史上初かもしれない。2016年に安楽死が合法化されたカナダ、実施された安楽死件数はですね、5年間で4万件超、カナダにおける死亡者数の 3.3% に達したみたいであります。病気の苦痛を患者が許容できない場合に加え、手立てを尽くしても苦痛でしょうがないっていう場合に加えてですね、病気の治療や苦痛を軽減する手段を患者が許容できない、こんな治療は耐えられないであるとか、お金がないっていう場合かな、追加されたって。今年からはですね、精神障害や精神的な苦痛のみを理由にした安楽死も容認される方針。病気じゃなくても、精神異常治療を耐えられないみたいだね。世論です。ええやん、日本でも早く。ベルギーも安楽死あるね。いつ死ぬか分かってたら計画的に生きれるな。
何が問題なんだ、人生の終わり方ぐらい選ばせてやれよ。個人的には歩けなくなったらお願いしたい。そうかもね、歩けなくなったら。ただ認知症は自分でそんな希望もできなくなっちゃうから、その怖いっすよね。自分の脳みそで判断できるうちに判断したいよな。生きる気力なくした人に頑張れ生きろというのも何か違う気がする。死刑は OK で安楽死はダメっていうのは意味がわからない。合法の国では周囲からのなんで安楽死しないとっていう圧力がすごくなる問題が起きている。何それ怖え。余命宣告された人にだけ許可すれば乱用はされないだろう。死ぬ権利を早く認めるべきと、こんな感じの意見ですね。私獣医で15年間動物病院を経営してましたけれども、安楽死は痛さ苦しさから解放する治療の一つと、痛くも痒くもなくしてあげるんですって説明してました。患者の飼い主にね、進めてたのは人と違ってですね、透析が現実的ではない、腎不全、吐き気がある、ゲロゲロ、おえおえって年中やっててかわいそうだ、苦しんでる、食事も取れない、痩せ細る一方なんていう場合に勧めてました。透析が現実的でないっていうのは8時間ぐらいかかるんですよね。実験的に犬だの猫の透析の実験もあるんですけど、現実的でないですよ。飼い主の負担がすごくて、できる施設も限られるしね。復活しない、再生しない臓器って3つあるんですけど、皆さんご存知でしょうか。腎臓と心臓と脳みそです。これ生まれた時が一番状態が良くて、あとは年取るにつれて痛む一方、脳細胞なんか1日10万個ぐらい死滅してます。生まれた時40億個脳細胞があって、でね、80、90で亡くなる時にはそれが20億個ぐらいに減ってる。1日10万個ぐらいずつ死滅していくんで、1年では3600万個ぐらいですね。で、3年で1億個ぐらい、死滅して。30年で10億個。60年で20億個。そんな感じになっていくと。再生しないんですよ、腎臓は。厳密に言うと眼球なんかもそうだろうけど、なのでですね、脳みそか心臓か腎臓、痛むばっかりのこの3つの寿命が、すなわちその犬だの猫だの人だのの寿命って考えていいですね。伊沢元彦さんのですね、逆説の日本史ってシリーズなんですけど、織田の兵の分離、兵の分離は少なくとも兵士になるか農民になるかの選択肢を民に与えたと。織田以外のですね、大名のところはですね、普段は農民やってて、農閑期に戦に駆り出される反応兵しか選択肢がなかったと。選択肢が増えるのはいいことかなと。日本だとですね、それじゃあ俺らはもがんねくなんだろうって医師会が抵抗勢力になるでしょうね。俺らは1秒でも長く生かすこと、患者がどう思おうとも、患者がどんなに苦しがっていても1秒でも長く生かすことを正義としてやってんだ、ということですからね。カナダでは今年から精神異常も対象にするみたいなんですけど、精神異常者が俺は死にたいって言っても、それは正しいことなんでしょうか、疑問です。ちょっと逆にですね、明らかに精神異常だっていうやつは、決して死にたいんですって言わないんじゃないかな、言わないんじゃないかな、なんて思ったりしてね。もうね、例えば、京都アニメーション、
に放火して何十人も殺害した青葉とか、あいつは自分じゃ絶対に死にたいですって言わないしよ。だからカナダのこれが正しいことなのかどうかちょっと疑問っすね。今日のその他のニュース、岸田総理の石川県視察は90分だったと日刊現代が肉しげに叩いておりました。でも総理が長時間いたからってなんだって言うんだ。総理がいればいるほど復興が進むんだったら別だけど、むしろ総理なんか復興の邪魔じゃないの、警備は必要だし。日刊現代ってだけで記事に対して、反感を持つ私埼玉県で運転免許更新手続きの現金お断り完全キャッシュレス化開始、案の定ですね、窓口が混乱、しておりましたが、県は改めるつもりはないとのことであります。これは高齢者のですね、免許返納を狙ったんでしょうかね。役所はですね、万が一の事故回避のため現金はなるべく触りたくないっていうのもありますでしょうけどもね。狂犬病の時の集金が現金オンリーで、私がやってた頃は、やっぱ気使ってましたよ、保健所の職員さん。1円でも足りにくなったらどうしようみたいな。終わった後お金勘定何回もやって、日本もアメリカ式にですね、右足アクセル左足ブレーキ方式に変えるべき、したら踏み間違いあまり起こんなくなる。赤旗、市民弾圧に巨額税金、辺野古警備費1日2155万円、皆さんの反応はですね、お前が言うんだ、誰のせいでこうなってんだ、工事の棒はやめろ、お前らがやめろと冷ややかでした。共産党の目にはですね、工事を妨害する連中を排除することが市民弾圧に見えてるのかなーって。市民どころか沖縄県民でもねえし国民でもねえくせに少子千万ですよね。石川県の北国新聞、総理がですね、有名なアカウントであっても、正確とは限りませんってぼかした名前をですね、ラサール石井がと報道しました。よっぽど腹立ってたんでしょうかね。二次避難をためらわせるような生命に関わるようなデマだったし、ここはシャーデンフロイデエンドサンクションということで、やっちゃってください。シャーデンフロイデっていうのは人の不幸を喜ぶ気持ち、サンクションっていうのは社会的制裁のことみたいです。不倫した芸能人なんかをですね、自分は全く関係ないのにネットで叩いてる人はサンクションやってんなーっていう、そういうような、能登地震を生き延びた倉弥生さん98歳、11日に避難所でお粥を喉に詰まらせ亡くなられる、お悔やみ申し上げます。町は災害関連死と認定する方針だとございます。救急救命士の講習に行ったことはあるんですけれども、その時知ったんですけど、窒息の原因となる食物1位お粥、2位ご飯、3位餅でした。お粥でさえも詰まるぐらいですね、喉の機能が衰えてっていうことなんでしょうか。これ餅のニュースは耳にしますけど、高齢者施設でお粥で喉詰まって亡くなった高齢者はニュースにならないから結構いっぱいいんのかもしんないなぁとその時、思いました。そういうわけで私が史上初の被告になるかどうかちょっと知ってる方いたらコメントで教えてもらえませんか。現役大臣が、まあ、ただの国会議員じゃなくて現役大臣が週刊誌や新聞に書かれたことじゃなくて個人ブログを名誉毀損で訴えた事例があるかどうかっていうですね。まあ国会議員、あ、杉尾だっけ、杉尾が門田さんが書いたものをなんか訴えて、門田さん負けてた事例あったような気がするけど、あれでも週刊誌の記事とかですもんね。個人ブログを訴えたら大臣が
いるんだろうか、この世に、みたいなことに、非常に興味があります。デトックスジャパン。